長いチ部人部長はさ、ね、原田会長を中心に先生の奥様をはじめご家族とともに言語を招待をさせていただきましたっていう。招待が終わり、原田会長は先生に向かって感謝と誓いの言葉を述べられ、厳粛な中で師匠の良禅への旅立ちに 心が打ち震える思いでしたってこうやって述べさせてるわけ。原田は自分が家族村同士をと、をしたっていうこと自体も自分で述べてないし、ね。その時にこんなさ、ね。先生の家に向かって感謝と誓いの言葉を述べたなんてことは自分では、自分の口では言ってない。ね。長いし、 女性部長の口を借りてなんかそんなことやったようなことを言,言わしてるだけなんだけど。